目が覚めると1945年の日本だった。大丈夫か？ただの女子高生だった私を何度も何度も助けてくれた強くて優しい人。俺を下の名前で呼んでくれないか？アキラ、私は初めての恋をした。我々は特攻隊だ。数日のうちにここを飛び出す。戦争に意味があるんですか？どんな意味があるか言ってみてよ。仲間いる君よ、幸せであれ。自分はまだ死にたくない。彼女残して死ねないですよ。止めないで、僕が決めた。君は絶対幸せになる。これでよかった。君の幸せだけを願っている。あの花が咲く丘で君とまた出会えたら。